からな。そうよ。うっとこ舐めんなよ。すごいの出てきよう。合唱いただきます。シカじゃなくて。いや、おしむらに見せたかな。ハクビシンか。あ、ハクビシン見せたか。いや、見てへん。見てへんけど。僕なんかラスカル出てきますよ。いや、ほんま。いや、あれや。高橋もそうや。ハイランドのどこの借りてる家に、軒裏に3匹ぐらい親子で住み着いとって。あいつは意外とな、凶暴や。凶暴や。うん、そう見た。これ。もう。それでわしに聞かせて、わしの気化けの術に騙されよっての。なんやそれ、気化けって。え、これ俺。はい。無事だ。わしはこうやって撮影してるんです。でも気がつかんとな。アナグマか。柴犬ぐらいの草。これがうまいらしいね。え、捕まえて食うつもりやったんすか。いやいや、それお前、はい、あのサンダーボルトのグループラインでも話になってたやろ。一番漁師はうまい。いやいや、アナグマ。あの、いや、ハイランドのフィールドの中にボコ穴開いてたよ。なんじゃこりゃって言うて言ってたら、それアナグマですわ、これ捕まえて食わなみたいな。漁師さんに見せたら、うん、これ多分出てきてすぐやさかいにボケ取るんやろうけど、意外と凶暴やから気をつけてください。伊達にクマって名前はついてないと。まあ、アライグマもそういうことか。ああ、アライグマは出ようね。近所やけど。だけどそこの人がな、ちょっとかわいそうな気がしてきてなって、いや猫の餌をな外にやってんだけど、いつもピロってなくなるくせに猫が払い出したさかいに、なんでやろうって思ってごっついアナグマが2匹も、子供生まれたらどうすんのやで、おっきくてもかわいらしくて殺せへんのに、あんなんで子供がピッピ出てきて、もう駆除できんようになってまうぞ言うて、困った困った言うてはねんけど、あれ増えるぞ確かに今の見たらちょっと可愛らしい側面もあるな。マッチさん、ご飯ありますよ。いやいや、僕はいいっす。えどこに住んではるんですか。マキノで、ほんじゃもう山品はほとんど山品は、まあ今日は山品に帰んだけど、うん、創作活動はどうなの。まあまあ売れてる、まあまあって言っても知れてるけどな。まあ、コロナのせいでずっと閉まってたりとか、うん、わしら何も補助もない、何もあらへんさかいに、なんか物は売れたりしそうな気がせんでもないけど、あるんですな。やっぱ見に行けへんしか、人前の出会いみたいなもんな、で買う人もやはるし、うん、そういうああ芸術から死んでたら高くなるパターンがあるある。なんかちょっと今のうちによこしとけたか。ダメんなこら。買え。しゃあないな。このバッグと交換でどうや。でもピカソとかさ、生きてる間に爆売れしたからさ、ピカソはそうやったんですか。ゴッホなんか生きてる間に1万円も売れてへん、うん、まあ、絵の値段見たらゴッホの方が若干上やけどな、今は。だけどピカソ生きてる間に爆売れしたから、レストランとか行ってもさ、うん、小切手で切って、うん、でサイン書いてちょっとしたな、なんか、うん、漫画みたいな絵描いて渡すよ、ね、ほな誰も換金せへんからただ飯食い放題っていうな意外と作詞やな、あのおっさんあの高名なゴッホが何か書いてくれたなって言うてピカソやろ。あ、じゃあそれピカソまあまあ誰も損してへんとも言ってたよな。やりてやでも最初はサービスやったんじゃかもしれへんけど、いや、さてまあ、なあれ落ちてへんな。落ちてへん。ああ、こんにちは。
トビオ君久しぶりやな。めっちゃ久々ですね。めっちゃ久しぶりや。5ヶ月とか6ヶ月ぶりぐらい。そう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 。そんなに来てからへんや。トビオ君まだあの、はい、ログハウス住んでる？住んでますよ。あんな、はい、俺この前ログハウスの職人から教わってんけどな、はい、チンニングってやってるか？何ですか？ログハウスです。四隅こう互い違いになってるやろ、はい、なってますね、はい、そこにな縦にな、はい、上から下までボルト通っとんね。はい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 、はい、俺その下にネジついとんね19かなんか、はい、締めてみブリブリ締まるで。マジっすか？緩むんや。緩むって気が縮んどんね。え、基礎の下にあるんかな？基礎っていうかまあ地べたから何センチかちょっと空いてるやん。ちょっと見てみますわ、うん、そこにまあラチェットでな結構締まんなと。まあだって最初から言うとこんぐらい多分チームっぽいですもんね。ああだからひどいとこなんだな。それボルトガタガタになってるとこか。ちょっと痛いみたい。ここであれやで、こういう日差しのところにもついてると思うね。あそれは緩めたらギシって1センチぐらい下がる。やってみよう。でもう一回またマシジミマシあの染みとかだから。ええ話聞いた。何にも染みてない。それこれやらんとね寒いっすよとか。要はあれか。やめる。今ができてあれだよな。うちもやったからびっくりした。3回転ぐらいしまった。3回転までか。うん。19やったら。ラチェット3回じゃなくて。多分3回転ぐらいやろ。すごいね。うん。だからあれって最初ログハウス打ったら営業のやつがまあたまに来て1回は1年目ぐらいはやるようになって、うん、でもみんな忘れちゃってさ、はいはい、何十年もそのまんまっていう。え、ということは結構暴風雨の時に家が揺れてる。いや、それはないんやけど、うん、結局やっとかんとあの木と木との間に断熱材とかこう挟み込んでやんやけど、うん、なんか全体的に緩なってる。隙間風で寒い、うん、一番ショッキングなのはこのやっぱりこれな天井支えてる、ひさし支えてる前のウッドデッキのやつをキュッて緩めたらほんまに1センチくらいガタってこうあれほんま毎年のようにやらなあかんらしいんだけど、まあ、まあ3年に1回ぐらいで。東洋君ってあのログハウスに住んでるの？ログハウス、うん、桃井村のな。すごいな。ログハウスがすごいわけやないけども。いや場所的にもすごい。もうなんか別荘でしかない。手間はかかんない。さあぼちぼち行くわ。はい、またね連絡しますわ。うん、よっこら翔一や。こんなこと言うたらな。小野田さんは見てくれ。よっこい翔一って言わなかんね。よっこい翔一さん。じゃなくて小野田さん見てきた。あ小野田さん見てきた、うん、よかった。おもろかったで。じゃあお前どの映画見てもないよかったって言うからな。そういうやつだな今一つ。いや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 、そんなことないって。何が最低やったっけな。